あの全然あれのやつなんで。なるほど、勉強になりますね。勉強になる。サブは本当にガチのファンの方が見てくれてる感じなんで、多分本ちゃんも見てのこれになるかなって感じ。なるほど。今食べてます。めっちゃ美味しい。美味しいです。ゆうさんめっちゃ食いますね。食ってるね。あれチ？私ダイエット中なんじゃ。毎日チートデイやってるんですけど。ゆうさん大丈夫ですか？お前忘れてたわ。忘れてた。当たり前なのに。毎日チートデイだな。珍しくもないから別に何もなかった。毎日チートデイ。それもダイエットではないのでは。違うのでは。違うのでは。TikTok とかでなんかあのファンファーレとかモアアンドモアとかのやつで、はい、エクササイズみたいなとかもやってますよ。ってますか、はい、ダイエット自体はいつからやってるんですか。しょっちゅうやってますね。ピークは86。え、86なの、はい、うん、え、今大体今85。でもすんごい痩せたりしてます。でリバウンドがすごいんですよ私。そうだから今じゃあこう来てる時ってそうです。でもこう行くボタンだけ私はまた上がります。そう上限ないですよ。何だ。結婚式の時何キロまでやってました。結婚式の時は65キロまで来ました。ガリガリやん。ガリガリなのよ本当に。でうちの旦那が結構ぽっちゃり好きで、私もうウェディングドレス綺麗に着たくて65キロまで痩せたのに、いやなんか違うわみたいな、騙されたみたいな。ぽっちゃりと結婚したのにこんなガリガリになってみたいな感じ。そんなもガリガリでした。ガリ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 で結婚式の日に解禁したんですよ、炭水化物を。オプションでお寿司とかつけちゃったから、うん、みんなが持ってきてくれて、本当にバクバク食べてたらあっという間に85キロ。うわー、ほんで20キロか。痩せた時は何したんですか。1年かけてなんかセルライト潰すやつやったりとか、めっちゃ痛いやつ、うん、まあ、食事制限もあんまり運動はしなかったんですけど、うん、をやってたら結構スッと痩せて、うん、なんか鶏肉めちゃめちゃ食べてませんでした。鶏肉は食べしょっちゅういろんなのやってるんで。確かに定期的にやってますもんね。定期的にさん毎回ダイエットするイメージですだよね。また始まったみたいな。やばい。でもデブって本当にずっとダイエットしてるよね。うん、私たちもしますわ。わかります。してですか。なんか今私がやってるのは16時間空けるといいらしくて。ああ言いますね。いやそもそも1日3食食べるのって、うん、もう鶏食べ過ぎらしいんですって、うんうん、はいはい、だからちょっと食べないようにしようと思って16時間空けたりとかして。空けてくださいどうすか。全然痩せないです。結局なんやかんやあの食べちゃうんで。空けてないと結局ね食っちゃうのよ。炭水化物1ヶ月ぐらい抜いてみたんですよ、うん、でその代わり好きなものめっちゃ食ったんだけど炭水化物以外、うん、全然捨てなくて、うん、隠れて食ってるじゃん。慣れちゃってなんか寝てる時もういいやんみたいな。絶対隠れて炭水化物いってますよね。その炭水化物以外は何食べてたんですか。めっちゃ肉とか食いました。カルビ、うん、でも全然油もいってましたし、とにかく炭水化物だけを抜いてたんですよ、うん、でもそれでいいって聞いてたんで聞いた話と違えろ。 MCT オイルをかけて、うん、もうなんか油だらけにして食ってたんですけど何も変わってなくて食べるって思ってやめました。お腹めっちゃつくんですよ炭水化物抜くと。いやそうだよ、永遠と抜きつきませんだ。1ヶ月続いたんですね。それがすごい。確かに続きます。全然続いたんですけど、でお酒とか飲んでますよ全然。あでもハイボールにしたんですけど。いや酒はマジデブになる。でもそう思いますわ。なんか酒飲んで記憶がない間に食べちゃうんですよ。あー、うん、ラーメン屋勝手に行っちゃうんですよ私。え、マジで。外に行っちゃうんです。飲んだ帰りに、あーなるほど、
全然一人とかでも俺流とかやってるじゃないですか、うん、俺流ね、俺流行って、うん、でグリグリで食べちゃうんですね、締めて、それです、ね、そうだね、ダイエット。どこ出身？あ、私は神奈川県です。あ、なるほど。うちが兵庫県で、ね、北海道。なんか口調映りまくってません？お互いみんな、みんながみんな、みんな確かに関西弁になってるかも。私二人とも結構たまになっちゃうんですよ。そう、だからなってるね、うん、え、私もですか？え、マジですか？なんか関西なのかなと思って。みんなも特にやってるよ、うん、関西、うん、北海道スーパー北海道です。本当にそうなんですね、はい、めっちゃ意外でした。そうなんですね、びっくりしたみんな混ざってるかも。私、そうっすね、うん、混ざってるね。へー、うちって言いますもんね。うちって、そうそう、うちって、え、なんて言います？そのこと。あー、でも私でもなんだろう、なんかエリピューがいいって言ってる気がする。あー、そうね、うちが一番うちって言うかもね、うちが一番うちって言うかもね、って言って、うちって言ってる、うちは、みちこさんもうちって言ってる、言ってるかもしれないです。でも動画の時は結構私って言うようにしてるんですけど、でもまあ、うちって言うかもしれないですね。うち率高いですよ、うち率が高い。確かに、うちだもんね。うちです、うちで、うちですよ。うち、国中よりうち、うちってなかなか珍しいですよ、だいぶ多分みんな一人ですから。うち、え、うちですか、うちですか、うち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 、あ、一緒だ、うち。なんだろう、え、どういう出会いなんですか。でも、うちらは本当にそのうちらは、うん、あの普通に養成所、お笑い養成所みたいなところで出会って、はい、そのコンビでやってます。で、で、ゆうさんは本当にその渡辺事務所に入って、先輩で、事務所の先輩です。太ってるんで仲良くなりました。はい、事務所の太った先輩。で、なんかずっと YouTube 一緒にやりたいねって言ってて、そっからですね。養成所時代から変わってないってことですか？あ、そうですか、ってないです。はい、なんか結構みんななんか顔なんかボロコ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 ロ変わる。すごい、変わるとマジ変わりまくりますよね。結成何年？結成ともう10年ぐらい。そうそう、そんなことない。めっちゃ長いですよ。でも大阪やってたんで、うん、そうそう、やってない期間もありつつもみたいな。そう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 。まあ、適当っすよね、本当適当っすよね。ノリですよね。ノリっすよね。ゆうさんとどうやってつながられて出会ったのは、渡辺にどちらが入ったのが 4,5 年ぐらい前なんで、うんうん、4年ぐらい前ですかね、うん、で それでもう元々いてらっしゃって、うんうん、そうです、仲良くなった感じです。じゃあもうおばついね、うん、シーラでおばつい、確かに。なんか、うん、でも元々愛子ちゃんとすごい仲良くて、そうそうそう、結構家に来てたりめっちゃして、うん、なんかちょっとパリピっぽかったから苦手だったの私は。ちょっとあ、そうだって、うん、なんか、あ、ちょっと絶対パリピだろうなこの人みたいな。それ初めて、こんなとこで初めて行きました。カミングアウトしてる、いろいろ。けどなんかだんだんなんか美奈子ちゃんに行くようになんかなったりとかして、はいはいはい、めっちゃいい人じゃんって思って、いい人じゃん。これは嘘でしょ。私はでも嘘で誘われてましたよ。え、何を誘われてましたよ、アイコと一緒に。あ、いえ、ただ私アイコ行ってるから行ってなかった感じです。あ、アイコンビで行ってもなみたいな感じで、逆に、うんうんうん、アイコ行くならやめたかみたいな。そう、だから最初のうちは2人誘ってたけど、うん、だんだんアイコちゃんが来てくれるようになって、うん、あれ、なんかそういうノリじゃないのかなっていうのもなんか探り探りだった、うん、結構、うん、そう、アイコいなかったら行ってました。すげえ言う、2人で来てよ。なんだろう、生命これなんか、それでね、なんか今ね、うん、もうちょっとすごい、いや、そうですね、そうっすね、楽しいっすよ、ほんと楽しい。いや、もう楽しいのが一番ね。そう、いや、本当に気使わないんで、その、まあ、ゆうさんも心配される、いい意味で、うん、あんま気使わないと、うん、確かに、確かに、楽っすよ、うん、楽、確かに、ここにね、先輩いるから、これうん、あったらうちらもちょっと変わったかもしれない。うん、確かに確かに。バイバイ。